皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやってまいりたいと思います。ごめんなさい、通算が多分859回目かな、カウント間違えてたら申し訳ないですけどね、おそらく合ってるはずです。はい、初場所後半戦まいりましょう。で、五条さんがここで八重の実さんだったのね。で、高辻さんは荒藤さんと、まあ、ガリュウさんは退けましたけどね。で、万寿寺さんは高錦さん、ここは勝っときたい。で、松原さんがガリュウさんね。七条さんは秀湊さん、お相手は7勝1敗。七条さんちょっと負け越ししそうだ、なんか雰囲気を出してきたな。さあ六条さん勝ち越しかかってます。沖野桜さんお相手は現在4勝4敗。さあここは力でいってからの突き落とし、見事1敗をキープしたまま勝ち越し。万寿寺さんも勝ち越しかかってます。4勝4敗。高西木さんと。三役は結構ね、今回負けてる方が多いんで、ね、万寿寺さん珍しく張り手したな。で、上手投げを全然見せてないね、まだ。で、追い込んで。ここでこらえられる。もう一丁入っていました。勝ち越しました。これで8勝1敗。高辻さん、6勝2敗大関。荒藤さんと、さあ桁売れるかどうかですね。ただ荒藤さん、松原さんにあんだけねジャブ打ちがあるんですけど、高杉さんにあんまりないっていうね、不思議な。ただ上手投げをね仕掛けようとしてるのがすごい目立ってきますね。さあ追い込んだ、いけるか。あ、しかしマーシャンも5だ。差し勝って押し出し、荒藤さんを撃破。さあこちらは5勝3敗同士になりました。松原さんと大関ガリュウさん。まあ、松原さんもこれ以上は負けられませんから、なんとかしのぎたいところですね。叩いた、押してからの叩き込み、松原さん勝ちました。さあ五条さんは八重の実さん、お相手は6勝2敗。さあこのまま全勝キープできるでしょうか。さあいいですね、すぐ回し取れるね。そして追い込んでから突き出し、八重の実さんを破りました。五条さん9連勝。上位4人勝ちましたね。おー、百鬼丸さんが敗れてる。陸奥錦さんとね、六条さんは突き落としで勝ち越し。七条さんは秀湊さん、やっぱり強いね、秀湊さん下だとね。ということで、万寿寺さん勝ち越しましたね。で、あと六条さんとね、五条さんが9連勝、1人トップを引っ張る状態ですね。では、このまま10日目参りたいと思います。七条さんは3連敗の後、3連勝して3連敗。このままだと、6勝8敗になるオセロの状態で考えたら。さあ五条さんは校長塩野美さんと、高辻さんは瀬戸錦さん、六条さんは、ま、私たか、ね、最初のうちに横綱と当たってましたからね、結構楽な、ね、組み合わせになってますね。万寿さんは岩戸川さんで、松原さんが照見山さん。七条さんは若清水さん、お相手は5勝4敗。
6条さんは塩見岳さんで、お相手は2勝7敗。まんじゅいさん、関脇岩戸川さん、岩戸川さん現在6勝3敗。まんじゅいさんはね、これ以上ちょっと負けられない状態ですよね。まあ松原さんとかが調子崩してるからね、なんとか五条さんを破ってね、優勝戦線に残りたいところ。上手投げ出ました、久々に出ました。高辻さん現在6勝3敗ですね。お相手は勝ち越しリーチの状態、何勝2敗の瀬戸錦さんと、おお、アクティブやねー。叩かれてしまいました。高辻さん4敗目。松原さん8勝1敗、こちらも好調の照宮山さんとの一番。ああ、送り出されてしまいました。松原さんも敗れる。五条さん、こちらも好調8勝1敗の塩野さんとの一番。そうか、テルミアムさんあれがあるんですよね。送り出し持ってるんですよね。さあ五条さんはきっちり追い込んでからの突き出し、こちらは危なげがありません。10連勝。さあ今場所はよく座布団が舞う、ね、イメージが出てきますね。特に松原さんがね、4敗するとは思ってなかったな。6条さん調子いいね。7条さんはまた敗れる。これでオセロ法則崩れた、負け越しリーチですね。10日目終了。5条さん10連勝、松原さん高辻さん6勝4敗、万人さん9勝1敗で、照宮山さんですね、高見山さんって言おうとした、9勝1敗、六条さんも9勝1敗。さあこの3人が、五条さんを追いかける状態ですね。他7勝もいないんだ。もつにしきさんも結局5勝5敗のタイに戻ってしまいましたね。十両は9勝1敗が2人で、ひなみなとさんはさっき敗れてましたので8勝2敗になっちゃいましたね。七条さんは3勝7敗で負け越しリーチという状態ですね。では11日目参りましょう。さあ五条さんはその好調の照宮山さんと、高辻さんは二桁勝ちがこれで負けると消えてしまいます。まんじいさんは瀬戸錦さんで、松原さんもそうですね、これ塩野美さんと敗れると二桁負けがね、消えるピンチになってしまいますね。消えてしまいますって言い切っちゃいましたけどね、まだ大丈夫ですね。さあ四条さんは、門松さん、お相手は5勝5敗負け越しがかかっております。逆転されてしまった、あっさりと。寄り切られてしまいました。七条さんここで負け越し3勝8敗。六条さんは日馬さん、お相手は現在6勝4敗、こちらパスします。万寿寺さんは瀬戸錦さん、お相手は現在8勝2敗。残った
まんじゅいさんもね、あの八重海さんに負けただけなんで、ああ今日も上手投げ出ました。こちら6勝4敗同士、高津さんと関脇岩戸川さん。もうね、そうね、10勝5敗ではちょっと横綱としては厳しいかなっていうところですよね。さあここはきっちりパワーでいきました。高津さん4敗をキープですね。松原さんもこれをキープしたい。お相手は校長塩野美さん。現在塩野美さんは8勝2敗ですね。ケタグリー久々に出ました。松原さんの勝ち。そして、五条さんは、1敗で追いかけてくる照見山さんとの一番になります。ケタグリー、こちらもケタグリーでした。五条さん11連勝、優勝に大きく前進。他の3大関は勝ってますね。6条さんもケタグリーか。7条さんは敗れて負け越し確定。11日目終了。2番手はこれでまんじゅいさんと6条さんになったのかな。高取さんと松原さんはあと1つで勝ち越しという状態ですね。では、あ、でも三役このままいきゃ全員勝ち越しそうやな。ガリュウさんもね7勝目、アロフィさんももう勝ち越しちゃってますからね。12日目いきたいと思います。まああのカイトやってどんだけ落とさないかですからね、三役は本当に。まあ、なんちゃって三役だったらよくあることですけどね。全員勝ち越してるな。まあ花山さんだはね、もう上がってくるでしょうけどね。さあ七条さんは青龍山さん、お相手は8勝3敗。六条さんは雷光さんですね。お相手現在5勝6敗。まんじゅいさん今日は照見山さんと当たります。お相手は現在9勝2敗ですね。五条さんはきっちりね照見山さんを仕留めてくれましたけど、まんじゅいさんはどうか。1敗をキープしたまま直接対決まで持つかどうかですね。寄り切りました。これで明日か明後日当たりますよね。さあ高津さんは勝ち越したいところ、8勝3敗の塩野美さんとの一番。さあ前半結構星落としてましたからね、高津さんもね。まだ衰えが始まったわけでもないけど、ここは寄り切り、勝ち越しました。これで8勝4敗。松原さんも同じく現在7勝4敗。今日は岩戸川さん、お相手は6勝5敗。勝てば岩戸川さんは6-6のタイにね戻りますね。ここは突き2つ、そして押して一気にいってストレート勝ち、突き倒し。五条さん、瀬戸錦さんが今日の相手ですね。瀬戸錦さんは現在8勝3敗。あ、ここはきっちりアドバンテージを残したまんま、上位同士のが当たるね13日目以降に行きたいと言ってましたら、ケタグリーで結局勝ちましたね。うん、大関陣落とさないね。ガリュさんも勝ち越しちゃったね。これはしばらくね、まあ八重海さんまだ若いからいいけど、七条さん今日も負けてるね。あ、月さん、あ、勝ってるわ。12日目終了しました。五条さん全勝12連勝、松原さん高津さんが8勝4敗、まんじゅいさん11勝1敗で2番手をキープ。六条さんがまんじゅいさんと一緒で11勝1敗ですね。どうやらこの3人になりそうですね。2敗チームがいないもんね。十両トップは肥後嵐さん、また1人旅になりましたね。11勝1敗で10勝2敗の早州灘さんがそれを追っかける。七条さんは3勝9敗という状態ですね。では、上位陣の争いになります。13日目に入りたいと思います。
五条さんはまず高辻さんとですね、ということはここの2人がまず同門対決で、六条さんは上と当たんないね、三役と当たんのかと思ってたんですけどね、万寿寺さん、そう松原さんとですね、七条さんは小屋さんさん、お相手は8勝4敗、六条さんは和真田さん、お相手はこちらも3勝9敗、松原さん8勝4敗、万寿寺さん11勝1敗の同門対決。まずは万寿寺さんの張り手から、ただここの勢力図でいくと、万寿寺さんは松原さんが結構苦手なはず、イメージ的にはそうやけどね、おお突き落としか違うな、今のはてき込みやね。今日が松原さんということは明日五条さんか、さあこれ松原さんが万寿寺さん負けると厳しくなる、しかしペースは松原さん、終始松原さんでした。さあこれでちょっと楽になったな、五条さん今日は高辻さんとの同門対決。で五条さんは、意外と高辻さんに結構土を食らってるね、場面を覚えてますけど、逆ケタグリですよね高辻さんの。ああやっぱり高辻さんが奪ってきた、じわじわと追い込んでくる、そして追い込んだな高辻さん、土俵際五条さん粘れません、やっぱり高辻さんのケタグリここで発動、五条さん土がつく、しかし万寿寺さんにも土がついたので六条さんが喜ぶという状態ですね。ということは明日六条さんと、あ違うわ、当たってるからないんだね、すでに当たってて五条さんが勝ってますからね。で大関投手の一番は、八重海さんに軍配、七条さん、あ今日は勝ちましたねごめんなさい、またくしゃみ出ちゃった。ということで、12勝1敗で五条さん六条さんが2人並びましたね。それをかける万寿寺さんという状態ですね。14日目参りましょう。で五条さんと万寿寺さんね、万寿寺さんが勝てばねちょっと荒れますね六条さん次第になっちゃうから、六条さんはもう初日の五条さん以外は全て現在勝ってるという状態ですね。で松原さんと高辻さんですね、これは星の取り合いになっちゃいますね。七条さんは巻駒さん、お相手現在7勝6敗、六条さんは南宗龍さん、お相手は4勝9敗ですね。松原さんと高辻さん9勝4敗同士の、同門対決、横綱同士の一番。おお、真ん中戻した、しかしまわしを取ってのは松原さん、ここで取り直して高辻さん逆に寄った、2つ入る、さあリードは高辻さん、ケタグリ決まりました、なんと勝ったのは高辻さん。そして五条さん12勝1敗、万寿寺さん11勝2敗の同門対決、
さあ6条3次第にはなりますけど、万寿寺さんここを、破ればチャンスですね。万寿寺さんと五条さん、六条さん当たってないかな。おお、万寿寺さん押し出しました。五条さんここで連敗。あ、八重伸さん久々に取ったりだ。でもう一つの大関同士の一番は荒藤さんと我流さんは荒藤さんに軍配。岩戸川さん勝ち越しちゃったかな。六条さん1敗をキープ。七条さんは寄り切り負けで2桁負けてしまったか。14日目終了しました。五条さん12勝2�敗、万寿さんも12勝2敗、松原さん9勝5敗でなんと今場所5敗もしてますね。高杉さん10勝4敗高西さんと岩田川さんが明日次第ですね。明日は横同士になると思うので、下手したら2人負け越すかもしれない。で六条さん13勝1敗。あ、どうなんやろ。明日また万寿寺さんと六条さんかで、下手したら、あ、でも高杉さん坂東翔さんだよ。あ、やってないか。十両、12勝2敗で並びましたね。総秀灘さんとね、日後嵐さんで、四条さんは2桁負け4勝10敗となりました。あ、なんとかラオウさんと赤月さんなんやかんや言って勝ち越しとんのね。では千秋楽いきましょう。あ、ラオウさん勝てるかもしれんけどね、今のやったら。で五条さんと松原さんは結びの一番。高辻、ああ、ならんかったね。万寿さんとですね。で六条さんは坂東翔さんだ。で万寿さんがこの同門対決、松原さんは五条さんと。ということで六条さん見ないといけなくなっちゃったね。さあ七条さんはラオさん、お相手は8勝6敗。で、六条さんはここを勝てば優勝が決まります。坂東翔さん、お相手は5勝9敗。落ち着いてきました。六条さん14勝1敗初優勝。高辻さん10勝4敗、万寿寺さん12勝2敗の同門対決。さあ万寿寺さんはここを破って13勝2敗でね、終了しときたいところですね。前回がちょっと負けすぎてるからね。2連発失敗。高辻さんも意地がある。まあでもなんとか高辻さん2桁ね勝ちましたからね、それはそれでよかったですけどね。うん、やっぱり万寿寺さんちょっと上手やるとしんどいとこがあるけど、なんで松原さんには結構勝つんだけど高辻さんには負けるんだろうね。全部使ってるな、かわいそうに。さあこれはピンチ、あー、うまい、横綱うまい、高辻さんの勝ち。五条さん12勝2敗、松原さん9勝5敗の同門対決。さあ松原さんは久々にこれは2桁割ってしまう可能性が出ております。あー、しかしここは早い桁繰り、松原さんの勝ち。五条さん結局12勝3敗かね。あー、高西さん岩戸川さん勝ち越しちゃったそっか。で七条さん、やっぱり言った通り勝ちましたね、千秋楽は。はい、ということで、初場所終了、上からいきましょう。五条さん12勝3敗ですね。結局最後の3連敗響きましたね。松原さん10勝5敗、高辻さん11勝4敗、万寿寺さん追い込んだけど惜しかったですね、12勝3敗で、他三役は勝ち越してしまいましたね。
で六条さんは14勝1敗で初優勝、めでたいですね。で、十両は結局筆頭の早春などさんが13勝2敗で終了です。優勝ですね。で七条さんは5勝10敗という結果でした。優勝六条さん、初優勝で技能賞が照見山さん、主勲賞が、百鬼丸さんで、関東賞も六条さんいただきましたね。これは下手したらね、このまま三役全員勝ち越してるから、あの変わらんパターンかもしれないですよ。あ、え、あ、そう、ここで氷川さん辞めんの。あ、これはちょっと変わる。あ、どうやろうな、下手したらあのクイーンになるかもしれない。あ、で大物が抜けた時にね、あの結構バグり寄るからね。星は悪いな。8の4の7の9か。まあ番付も変わってないでしょうね。幕内取り十両3人か。で、六条さんが、あ、前頭筆頭になってるね。初優勝して。まあまあ、ずっと13勝2敗、13勝2敗で、14勝1敗か。まあまあ、素晴らしい成績ですよね。このままいけば全然、来場所三役ありますからね。で、気になる番付。あ、そうかそうか。松原さんの方が、星的には悪かったけど、まんじゅうさんと八重野さん、そうか、同星でしたからね。結局12勝3敗で、あ、そうなったか。で氷川さんが敗れて、わあ詰まっとるねこれは。で七条さんが怒ったんだ。で花山地さん、両替さん、八条さんが、3人上がってきた。わ、誰消えたんやろ。あ、赤次さんが重量ヒットに上がってる。やっぱりね、ゲーム的にはちょっと上にのし上げたい感じなんでしょうね。八重野さんもそんなに勝ってなかったのにね、重量ヒットにいきなりなってましたからね。そうなんですね。で完売さん出てきて、それだけか。で何人か消えましたよね。あれ、ナルトナミさんいたんや。あ、気づかんかった。あれ、あ、そう、おお、まあ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 、変なバグがなくてよかった。ほんとそこだけですね。はい、ということで、初場所は見事六条さんが優勝したところで、今回は、締めさせていただきたいと思います。春場所もまたね、お楽しみにしておいてくださいね。ではご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。